This shit is super wrong. こうやってカメラの前に向かって、皆さんに向かって話すだけの動画出すのは結構久しぶりだと思います。今日これから話す内容は少し長くなるかもしれませんが、ラジオ感覚で聞いてもらえるといいと思います。これから話す内容はモチベーションに関して話していこうと思ってます。それをベースに話しながら自分自身がどうモチベーションを保って、トレーニングをずっと続けられているのかとか、僕はそのトレーニングだけじゃなくて他のことをたくさんいろいろやってるんですけど、そういったところのモチベーションもどういうふうにして継続しているのかっていうところも少し触りつつ、いろいろなことを話していこうと思ってます。これから話していくことはまず5つです。ざっくり5つ。ちょっと途中増えるかもしれませんけど、ざっくり5つ用意してます。それに則ってちょっと話していこうと思っています。まず一つ目は、なぜトレーニングを始めたかっていう一番最初の理由、理想であったり動機っていう、もうこの二つが結構大切になってくるかと思います。トレーニングを始める理由はたくさんあって、友達がやっていたからやり始めたとか、体験自信がなくて周りから言われることをきっかけに、 トレーニングにいそしむになったとか、たまたま道を歩いていてかっこいい人を見つけて、うわめっちゃかっこいい、あんな風になりたいって思って始めるのか、それこそインスタグラムだったり、ソーシャルメディア、YouTube も含め、そういったインフルエンサー的な人を見て、お、すげえかっこいいって、こっちの方のパターンも多いかと思います。そういった一番始めた時の気持ち っていうのは多分簡単に忘れないと思うんですよね。始めた時の気持ち、動機を常に忘れずにトレーニングすることによって、やっぱりそこがモチベーションになるんですよね。で、一番初めの動機っていうのは、自分をかき立てて動かす力があるので、この一番最初の動機だったり、その理由を思い出してトレーニングに挑む。で、トレーニングって言ってもね、体作っていくのも1日2日とかで、3日とかで、 やっていく中でだらける時もありますし、時期的な部分で言うと冬とか、やっぱり肌が出ない季節はペースが落ちていって、どん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 一回たるんでしまうとまた戻れないっていうか、バリバリ筋トレやっていった時の自分のモチベーションに戻れないとか、やっぱりね、長いことやってると人って慣れちゃうし、そういった気持ちって忘れるんで、意識的に それを思い出す。トレーニングしてる時から思い出すっていう結構大切です。僕はちなみにね、思い出したりします。やっぱりトレーニングしてる時にしんどかったり、モチベーションが上がってすごく乗ってる時のトレーニングでも、一番初めの動機的なものを思い出すことはよくあります。続きまして、周りからの評価とか、やっぱり自分であと気づくことがモチベーションになる。気づくことっていうのは、例えば 普段着ている Tシャツがちょっとパツパツになってきたとか、トレーニングするとやっぱり体大きくなるんで、普段着ているものがちょっときつく感じたり、着れなくなったりすることがあります。でも体を作りたい、筋肉を、成長させたいと思ってる人からしたらすごくそれは嬉しいことで、これって結構モチベーションなんですよね、やっぱり。周りからの評価っていうのが、やっぱり嬉しいんですよね、人って。自分がやってることで人から褒めてもらったりとか、 評価をもらえると、別に人のためにこう頑張ってることではないんですけど、そこですごく大きくなったねとか、体かっこよくなったねとか、ちょっとこうびっくりされたりとかすると、よしみたいな。これよしとは言わないと思うんですけど、みんな。もう心の中で、イエス、頑張ろう。明日からまた頑張ろう。よしみたいな感じで、思えるんですよね、人って。結構ね、単純なところで、人ってこう持ち上げられると、それが活力になって、また頑張れるっていうかあるし、トレーニングやっぱしてると、そういう仲間ができたりとか、コミュニティができたりとかする中で、そういった体もできてる人、もうすでに体格のできた人から、またこう褒められると、マジっすかみたいな。 なんかね、ちょっとしたことが嬉しかったりとかして、人から褒められるとか、普段のトレーニングしてる成果っていうのが、Tシャツ着れなくなったりとか、僕がよく感じるのは、電車とか乗ると、横回り、横幅が大きくなってるんで、すごくね、狭く感じるんですよ、どこに行っても。
はい、飛行機とかのと特にね、もうあれ今まで全然気にしてなかったのに肩幅がすごく広くなったから当たる当たるみたいな予報の人で、これは正直ね、利便性で言うと全くないんですけど、もうただ単に窮屈っていう、ね、だけなんですけど、でもこれ裏を返せば日頃頑張って肩を大きくして、ちょっとこう、まあ、体ね、この横幅を作りたいっていう風にね、思ってトレーニングしてるんで、これってある意味なんか裏を返せばご褒美なのかなというか、そんな感じがします、僕は。はい。今までそんな風に感じなかったのが、もう、あれ？この席って通常一人用に用意されて、少し空間ができるはずなのに、もうパンパンみたいな。横の人全然大きな人じゃないのに、なんか自分が座った時にパンパンみたいな。とかっていうのは、わりかし嬉しかったりしますね。では続きまして3つ目、これはある程度やってしまうと後に戻れないがモチベーション。どういうことかというと、まあ、トレーニング、これトレーニング筋トレだけじゃなくて、まあ、物事そうなんですけど、まあ、これは僕においてなのかもしれないですけど、やっぱりこうしばらくやると、もう1年以上とか、例えば、まあ、3ヶ月でもいいですよ。本当にちゃんと真面目にやってきて、自分が組んだスケジュールでちゃんとやってきて、時間も割いてお金も使ってやってきたのに、やめるのかって考えた時に、ってなるんですよね、僕は。まあ、筋トレ始めてから、まあ、筋トレを本格的に始めてからを考えると、もう4年目ぐらいになるのかな。もうまあ、もう数年やってると、トレーニングもこれね、やめるとかやめないとかじゃなくなってくるんですよね。もう生活の一部になってるというか、今までやっぱこれをこういったペースでやってきてるのが普通なのに、これをなくしてしまうっていうのが、なかなかできなくなってきてるっていうのがモチベーション。まあ、先ほども言ったように、まあ、トレーニング始めて、それがまあジムのトレーニングであれば、ジム会員費っていうのを払って毎月で、まあ、サプリメントをこう覚えてからこう飲み始めると、やっぱりそこにコスト面っていうのが結構かかってきますよね。でそれだけじゃなくて、トレーニングを行うっていうのはやっぱりこう時間のかかることで、それをこうずっとコンスタントにやってると、それだけかけた時間とお金とか、たくさんのものを本当に費やしてきたのに、例えば自分がどん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 トレーニングをしなくなってフェードアウトしていく中で、それがちょっと僕は恋しくなってくるんですよね。で、辞める方って言ったらこう、まあ、スパッと辞める方ってなかなか少ないと思うんですよね。なんとなくこうやらなくなっていってしまうっていうのが多くなると思うんですけど、僕もやっぱりそんな時期は、ね、何度か迎えたことがあります。はい、正直に。ただそこまでこう落ち込む前に、今まで頑張ってきたことを思い出すと、これで辞めたりとかしちゃうと、せっかくかっこよかった自分とはもう出会えないし、またこれを一からやろうかって多分この先なんないんじゃないかなとかって、こうふと思い出すと、あんだけ頑張った自分なんなんやろ、アホらしいなっていうふうにすぐ思い出すんですよね。そうなると頑張ろうみたいな感じで、すぐに気持ちが、まあ、僕は切り替えれるので、やっぱりそこを思い出す、まあ、頑張ったこと、それだけやってきたっていうものがあるので、それをやっぱり簡単になくすことができないっていうのがモチベーションです。あれほどジムに行ってね、うーとか、まあ、トレーニングしてる時にもう顔をぐしゃぐしゃにしながら体痛める覚悟でトレーニングしてた自分を思い出すと、あれやらへんのみたいなってなってくるとね、やっぱりそこがモチベーションかな、うん、そして、まあ、これはもう完全に僕だけなんですけど、僕の場合はこのメトロンブログっていうものが僕のモチベーションです。はい、なんでかって言ったら、やっぱりこうトレーニング一人でしてるだけじゃないですよね。僕の気持ちとしてはやっぱりこれだけ見てくれてる人がいてるので、そこが大きなモチベーションになってるのはあるので、やっぱりトレーニング頑張ろうと思えるし、まあ、自分が体を作ることによってそれが仕事になってるっていうのが現状なので、トレーニングする前なんてね、これが仕事になるなんて全く思ってなかったですね。自分がトレーナーになるとか、体っていうのはもうちょっと体鍛えてかっこいいが、もう それが筋トレみたいな感じだったんですけど、この今の時代っていうのは、まあ、特にね、ブームという言い方はね、過ぎ去る言い方なのであんまり好きじゃないんですけど、やっぱりこう知られて認知度も上がって、日本でもフィットネスをやるというこう風習じゃないですけど、まあそういう傾向が出てきてる、一般の人にも浸透してきてるし、まあ大手のそういうアパレル会社、ナイキだったりもちろんですけど、まあたくさんの、まあ大きなウェアカンパニーが結構カジュアルなトレーニングウェアを出したりとか、なんか一般の人がこうもっとこう入ってきやすいように、日常にフィットネス、まあ、健康の意味でやるっていうのがどん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 浸透してきて、プラス
体を作っていって、かっこいい体を作っていくみたいな。だから今の時代っていうのは、まあ、僕も含め、まあ、ちょっとトレーニング趣味でやり始めた延長上仕事になるみたいなことは全然ありえるんですよね、これって。だから皆さんもね、若干甘い思いでやってもいいかもしれないですね。ひょっとしたらなんとなく好きで鍛えてたら、なんとなく周りからこう褒められて、あーやったらちょっと頑張ってみようかなってやりつつ、気づけばなんか知識もどん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 増えてきて、一般人が知ってるようなもう知識レベルじゃなくなってきてみたいな。でも好きでやってるとそういう風に勝手になっていくのと、今はやっぱりこう成長し始めてる時期なので、フィットネス自体が日本で、海外でもずっと上がり続けてるものなので、だからこれやって損がない、うん、日本だけじゃなくて海外でもずっと上がり続けてるものなので、こういうのってあのね、下がることないと思うんですよね。だって健康的な意味でやるフィットネスが下がる意味がないっていうか、下がるわけがないんですよね。で、体をまたさらに作ってかっこいい体っていうのは、その健康的なフィットネスと一つ違うんですけど、でも結局目指す先ってみんな同じになってくるんですよ。健康とか言いながらも体作っていくみたい、最終的に。で、かっこいい体を目指す。まあ、僕はそんな延長を、まあ、こういったチャンネルを、まあ、このチャンネルやり始めてトレーニングのちょっと動画が多くなって、まあ、見られる方が、まあ、見てくれる方が多くなってきた延長上、まあ、自分だけではないっていう気持ちもあるので頑張れるっていうのが、まあ、僕のこれはもう個人的なあれですけどありますね、はい、そういったところのモチベーション、うん、だから皆さんも、まあ、トレーニング始めて仕事になったら、やっぱり自分のためだけじゃなくて、自分が頑張ることによって周りをこう引き込む力をつけていけるっていうのもあると思います。そして、次が、まあ、ラストなんですけど、フィットネスに関する全てのことをシェアしている筋トレ専門ホームページを制作しました。トレーニングの方法からサプリメント、ダイエットのことまで全て知れるマルチウェブサイト、アーバンスタイルフィットネス。フィットネスや筋トレについてもっと勉強がしたいという方はぜひ遊びに来てください。まあ、一番のモチベーションはやっぱりここでしょう、うん、間違いなく。もうここを一番語りたくてこの動画撮ってるんですけど、最終的には、はい、